あ、40位か。強いね。パーチャマでございます。昨日の動画を見ていただいた方は分かると思いますが、私チャマまたハゲてきてますじゃなくて、太ってしまいましたでなくて、肘が大きくなりましたとかでもなくて、イーフトで日本一を目指そうと心に決めました。まあ、もともと僕のチャンネルはイーフト日本一を決める、決めるじゃない、になるということで、チャンネルやってましたけどね。途中から、ガチャが出てきて、そっちの動画ばっか伸びちゃったから、のらりくらりとこんな感じ。日本一になります。やっぱり日本一になりたいということで、強さを求めるチャマ、いきたいと思います。試合をボンバーします。今日は、51位の人が来ました。もう、51位っつったら世界51位だから、多分日本で言えばトップ10かトップ20ぐらいに入ってんじゃないかな。射程範囲でしょ。これに勝ったらもうかなりチャマいい線いってるぞって分かると思いますんで、見てください。では VTR スタート。よし、行きましょう。お願いします。ペドちゃん、もうこれもうこれどんどん狙っていく。塩をついて、ウイングはもういらないんだよ。ドリブルはもうパス、ワンタッチパスでチュンチュン。オッケー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 。ベラッティから、そう、今見た、ベラッティちょっとね、一持ちできるの。一持ちして体勢変えれるんよ。今のも普通だったら右で蹴ってたからディフェンス当たってたけど、コネコネがねすぎるから。あっと、ファウルないの？マジ？コネコネがすぎるからさ、持ち替えられるの左に。結構しっかり中央もいて、なかなか厳しそう。あっと、破りダメだぞお前、しっかりやれに破り。アスピリね、オッケー、胸取らして一旦様子見よう。はい、ダビド、これシルバーの、これやばくない？よっしゃ、やばくない？見た今の、こっけけけけってやってたよ。あれ持てるんだよシルバー。打てないよ確かに。シルバーは決定力60ちょいとかだから、あ、71はあったかな。まあでもあんま打ちたくないじゃん。あ、ナイス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 、ニャブリいく、もう一回、うや、欲しい。これ2点取ってたらマジであったよね。もうボコってたよね完全に。全下げだもん。あとは全下げだから。ただね、今日ね全下げで2回引き分けられてるんですよ、追いつかれて。だから1点全下げはちょっとね、安全圏とは言えない。しないスペドル、そう、ここでここ狙ってもいけるし、無理だったらここ中もう1回戻せる。いいよ。だもうちょっとなんかトニクロをね、もうちょっとなんかこう、なんだろう、高い位置にいる。オッケー、ナイス。 OMF とかにすればもっといいのかななんて思ってる。中入ってきて、ここもで外も向けるし、こねれて、で中も出せると、通らなかったけど、ナイス。オッケー、ペドちゃん、いいよいいよ。いや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 、ちょっとそっちじゃない、横が良かったの。オッケー、ナイス。ねえ、ファウルないのマジで。それファウルないの、さっきから審判やばくない？そ、確かにその勢いはなかったけどさ、完全にプレーの妨害はしてるよ。ペナルティーでしょあれ、足当たってたよ。怪我の危険性とかなかったけど、ペナ、まあさすがにこれは入らん、さすがにこれはね、ムバッペ、さすがにこれ入らん。てかなんかこの人結構強いような気がするわ。コーナーからのね失点がマジで一番萎えるからね。いやーもう本当嫌なんだけど、コーナーからの失点も心折れそうになる。ちょっと、じゃあ、はい、でよ、でコーナーだけはマジで無理。ちょっと待って、何そのパス、ちょっと何、マジで行ってんの今の、狙った、別の人を狙ってて他行っちゃったとかで、たまたまじゃなくて、マジ。これね、この人うまいからケアしてるけど、ペドリ行った瞬間普通の人だったらめちゃくちゃ通るからね。ナイスナイスナイス、よし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 
よしよしよし、いいよいいよ、ちょっとまだ前半だからね、前半だから、オッケー、よしよし、ちょっとやっぱこの人ね、縦パスギューンはなかなかいけなそう。このね、縦パスギューンがね、いけたらもうマジで俺のもんなんだけどね。来た、いやーにゃぶり、あそこちょっとやっぱ硬直入るもんね、若干ね、事故防止のためか。どっちがいいんでしょうね。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス。なんか意外とね、シルバとかベラッティもあのちっちゃいけどね、なんか取れるよ。まあ、ベラッティはまあまあ守備能力ある。でシルバはないけど、なんかちゃんとなんか体合わせて足出せば、はい、危ねえ。てか取られたか。カフカフカフ、パス88あります。やばいでしょ、おクソパスじゃねえかお前、褒めた途端にだ。トニクロ、オッケーオッケー、ナイス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 、よいいよいいよいいよ、出していこう出していこう、あ、ちょちょちょ、ペペラッティ、そうだそうだそうだ、いいよいいよ、うん、あ、取れるんじゃない、あ、ちょっとちょっとちょっと、いや、めちゃくちゃなんか待てよ、お前な、どっか行っちゃってたじゃん、ダメだろそんなの行っちゃ。この人結構うまいと思うわ。あ、まあ落ち着いてるね。うん、オッケー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 、出してもらう、ああちょっと、いやーずれたか、やぶっちゃんあそこね迷うんですよ、足元受けるか、こう抜ける、あ完璧、完璧、今で言いたかった、完までしか言えなかった、ペキ言いたかった、はあ、2点差か。正直最近ねスーパーチャマモードになって、まあ、かなり強くてこの形ちょっとないんですよ、まあ、3点差とかあるけど、なんかこうなんて言うんだろう、ボコられてるわけじゃなくちゃんとやってんのに取られていってるみたいな、たまにねあるのよ、なんかわけわかんない、まあ、事故とかでボコボコボコっていかれる試合とか、まああとはこう気抜いててね、あこの人弱そうみたいな感じで気抜いててボコボコボコっていかれるとかねあるんだけど、あこいつ強いなって思ってちゃんとやって、2点差はなかなかない、かなり精神的にきついですよね、ちゃんとやってるのにみたいな、ちゃんとやってなかったらよし、ちょっとちゃんとやったら、あーちょ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 っとね、視野が視野っていうかキャインになってるわ、あーちょい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 、オッケーオッケーオッケー、あ軌道で分かるよね、俺ぐらいな、蹴った瞬間にあこれ止めれないみたいな、もうあのシュマイケル、このシュマイケルね、 GK センス80ぐらいのシュマイケル、俺はもうこいつの動きは全て分かる、怖いねこれね、なんかやっぱやってくるな、なんかな、事故らせようとしてんのか分かんないけど、はあ、先制してからのね23分25分、ポンポンがちょっときつかったね、ちょっとあそこはね、まあコーナーキックでメンタルやられた、うん、はぁって、でも無になろう、失点、ダメだ、自分から崩れていくのか、あ、ちょ、マジ今の何、危な、なんかこの人ペパン、パス変かも、なんかやってんじゃない、なんか押してんじゃないかな、俺らが知らない、スルーパスだよね、今ね、ただの、インパクトとかのゲージじゃなかったから、何なんだろうね、パスレベルが、パスサーチレベルがちょっと違うのかな、チャンス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 、オッケーオッケー、はいはい、あーニャブリじゃなくて奥が良かったのにな、ベラッティが、えトニクロ、おい足出せ、足グッと足出せ、オッケー、ベキベキ、遅いな、のしのし、スッと動けよお前は、よしオッケー、お開きたのでかいよ、でかいよこれ、シルバー行こうシルバー行こう、よしよしよし、あちょちょねえ、ファウルじゃない審判、何それ、ちょっと俺せっかくさ日本一頑張ってなろうってしてんのに、まあ、だから何って感じね、邪魔するなよ、な八百長だかなんだか知んないけどさ、こっちは本気なんで遊びじゃねえんだよ、適当なレフェリングしてんじゃねえ、開かないな、あこれは来たからどうする、戻して、いや、あよし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 、本当はニャブリン出したんだけどね、本当はニャブリン出したんだけど
まあまあまあ結果オーライですわ。オッケーオッケーオッケー。まずちょっとここ耐えたいよ。すぐ取られたらアホ。オッケー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 。ペドリペドリレッツゴー。おい、オッケー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 。いやいやいや、足出していこう足出していこう足出していこう。危ない、あっち、あ、ない。さすがにそれは、まあでもここ打ち切るの結構大事だよね、うん、変に取られるぐらいだったら変なシュート打って、まあ、ゴールキックにした方がいいんだよ。60分か。シルバーとかね、ちょっとシルバーも顔がげっそりしてますからね。ブルヘルにするか。なんかブルヘルなんか分かんないけど、宮崎や宮本アモンだっけ、舞台、はい、舞台演出家のクッキーって言ってますよね。もう出てないかな、出てるといいな、みんなの中でも。チャマを一人にしないで。よし、とりあえず、ま、あるよ、あるある。まず追いつこう。80分までに1点取れたらギャップ点もありと。じゃ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 、危ないよマジで。ピタッと感がすごい。ちょっとパスがね、落ち着いてないのかな、焦ってんのかな。パスミスがこの試合多いんだよね。チャマ落ち着け、もう一回行こう、もう一回。ああ、ライカルト足伸びて、来た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 。ねえ、ニャブニャブ、お前勝ちたい気持ちねえのか。これまずくない、これまずくない。ちょちょちょ、クッて足出してほしいな。今誰だった、クッて足出したら多分クリアできたよ。ベッケンかな。トントコトンじゃないんだよ、トントコトンで。ちょっと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 、右左で蹴れよ。このボール危険、もう左利きだろ。マンチェスターユナイテッド交代枠を2つ残しています。ちょっとねバタついてますね、この辺りで。ちょっとね、もう一発かましていきたい。やめてくれやめてくれやめてくれ。オッケーオッケーでもないけど、まあまあこれはオッケー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 。ナイスナイスナイス。レアオン、あピエラマジでうぜえ。なんで俺捨てちゃったんだろう。マジでガチスカブルーロックやったのを後悔してるわ。うまいようまいようまいよ。落ち着いていこう落ち着いていこう。ブルの重いね、やっぱね。ブルの重いからここで足出されちゃうんだよな。オッケーナイス、ベッケン出せるよ。だそう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 、ベッケン神、パスがいいからね。今ちょっとね、ブルーノのところをどうにかしたい。後半から出てくる、ちょっと点取らなきゃいけないっていう時に攻撃的なね、中盤 OMF。 おっと、カフオマしっかりせえよ。え、おいおい、ちょ待て待て、危ない。やあるな、これ流れが変わった今ので。うん、ある。相手もねちょっと焦ってます。うん、これあるよ。 OK、 神パスだな。そうダニ・バレボはオフだよ。あ、ちょちょちょ、ペドリ、アスピリ、マテウス行こうマテウス行こう。止めて止めて、危なハブない。オッケー、ロング、ここ取ったのでかい、ここ取ったのでかいぞ。いけるか、ニャブリニャブリ、ケアされとんの。こういう時に、あ、止まれ。こういう時にもうさ、やることないんだったら開けちゃえばね、事故だったりとかあるからね。その後その後もう一回拾って仕切り直せたりとかあるから、打ち切る勇気。ちょっと今日のチャマ慎重に行き過ぎてるっていうか、丁寧に行き過ぎてる。もっと雑でいいよ。アバウトに上げて、その後どうする、そこまで考えれてるとき、チャマツ、あ、ちょっとベラッティでしょ、どう考えても。そうなってるとき、チャマツ強い。はい、日本一日本一。こんなところでつまずいてられないよ、まあ、こんなところってもどんなとこかわかんないけど。あ、来た来た、出せる出せる。いやービエラがすごいのか、ブルフェルが雑魚いのか、まあ、フィジカルないもんな。シルバだったらいけてたのかな。いや、いけないだろうな。マラドーナだったらいけてただろうな、スピードで。ああちょっとマジで、落ち着け落ち着け。おいおい、足出せ。そうだ、よしよしよし、チャンスチャンスチャンス。あ、
いや、いける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 誰もいない。プロフェルお前2列目の飛び出しやのか。追い越していかんかい。あ、まずいな。いやー負けたー。強かったね。でもね、強かったけどこの人が日本一じゃないだろうから、もっと上行かないとダメだよ。この人ぐらい、まあどのぐらいの実力かわかんないけど、ボコんないとダメですよね、これは。パちょっとランキング見るか、うん、ランキング、まあディビジョン見よ。多分ディビ1だと思う。多分ディビ1、それは間違いない。多分ディビ1だけど、あ、25ポイントだから俺より格上だね。あ、40位か。強いね。40位は強いわ。まあでも結構やれたね。結構40位に結構やれてるからワンチャンあるんじゃない。51位もあったんだよね。40位、厳しい2連戦でしたけど、意外とやれそうだと感じました。はい、ということで、はい、ということで、まあ今回負けてしまいましたけど、まあまだまだ精進していきたいと思います。何も実力をつけて日本一、応援よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら、バー